2019年大阪市長選挙は2019年4月7日の第19回統一地方選挙において投開票が行われた大阪市長を選出する選挙である。吉村博文が大阪府知事選挙へ倶外出馬することに伴う大阪市長選挙である。大阪維新の会からは同等代表で大阪府知事であった松井一郎が立候補。 自民党と公明党府本部からは、柳本健が立候補する。柳本健は、共産党、ブラック解放同盟からの支援を受け、選挙戦に臨んでいる。大阪市長選挙が、統一地方選挙に内包される形で、執行されるのは1971年の第7回以来48年ぶりである。2019年3月3日に、松井は、 出直しクロス選挙に臨む考えを示した。出直し選の場合、当選しても任期満了時に再び市長選が実施されることから、松井は知事のまま出直したらもう一度11月に選挙をしなければならない。税金を預かる僕としては、これほど効率の悪いことはないと、出直しクロス選挙に出る理由を説明した。朝日新聞は、 4つの選挙を同日にすることによって、機運を盛り上げ、議会選で単独過半数を目指す戦術に他ならないと評価し、毎日新聞は地方自治制度に対する二重の配信と批判した。財界は万博の準備に向けた、証言場だけに2025年大阪、関西万博の誘致活動で醸成された官民の蜜月を継続したい考えを示している。 投票終了と、ほぼ同時に、松井一郎の当選確実を NHK が速報。松井氏は、市内の24区すべてで勝利した。当日有権者数、218万9852人、最終投票率 52.、52.7%。ありがとうございます。